KPC チャンネル PDCA スクール。どうも皆さんこんにちは、高専プロモーションチャンネル谷にでございます。本日の動画は、この前高専合格した先輩から新中3高専受験生に警告50連発ということで、実際に高専入試を経験して合格した先輩からアドバイスを聞こうじゃないかと、新中3に警告メッセージ50連発ということで今回動画やらせていただきます。というのも昨日昨夜ツイッターでこうつぶやきました。この最近、前回受験して合格したみんなに協力要請、50秒で終わる質問、今高専を志している新中さんへのアドバイスをお願いします。考えにくかったら去年の今頃の自分への忠告でもいいぞ、箇条書きで書いてくれ、全部明日の動画で紹介しますということでアンケート取らせていただきました。ということで、プラス、動画自体が広告とならないように情報をフラット発信するために KPC の優勝コンテンツを賛美推奨するようなコメントはなるべくカットさせていただきます。はい、公式感出していくということで、自分のねこのチャンネルの、誇大な広告にならないように、フラットにまとめてみましたね。公式っぽいでしょこれね。こういうこと言ってる時点でダメなんですけどじゃあ続いていきましょう。こんな感じでですね、たった数時間でみんなありがとうございます。27件かつ1人ね5から6個ぐらい書いてくれたから、たくさん集まりました。出遅れた人はですね、もしよければこの動画のコメント欄にですね、書いてほしいですね。これね気をつけてください、新中さんの後輩のみんな、これ気をつけて大切だからねっていう風にアドバイスしてほしいです。先輩としてもしよろしければお願いします。新中さんのみんなしっかり見ておいてください。もしくは新中さんの保護者の皆さん、ぜひとも、もしねお子様に、有用な、情報が、ございましたら、お伝えいただければと思います。それでは早速いっていきますよ。まず1つ目、予習を軽くしておいて授業にゆとりを持って勉強に取り組んでくれ。なるほど、一理あります。2つ目、わからないところは友達に聞いてもあんまり時間を使って教えてくれる人は少ないぞ。人の時間を取るってことはそれほどのね相当なものですから、あんまり友達に聞きすぎるのも良くない。3つ目、ネットか先生に頼りましょう。なるほど、この人はネットの、この YouTube の情報だったり塾の先生や学校の先生に頼ったと。他にも復習は数学と理科を主にやりましょう。確かに数学と理科で差がつく、そんなイメージはありますよ。実際にですね、数学や理科に傾斜、得点を 1.5 倍したり2倍する、そんな高専がね多いですね。やはり理数系でやはり差をつけたい、そういった、得点の配分になっている。傾斜というのはですね、点数に、2倍だったり 1.5 倍だったりして、例えば10点の差があれば、例えば10点の差があったとしましょう。2人の人にね、 A 君と B 君、数学10点差ありました。そして数学に2倍の傾斜がかかっている場合、その間違い、その差ですよね、その差の10点がそれも2倍になっちゃう。そう、20点の差になるんです。逆に言えば5点リードすれば10点のリードになる、そういった傾斜配点のシステムなんですね。ということは、その傾斜がかかっている科目が得意であれば得意であること有利、そんなシステム。あなたの目指す高専がどうなっているのかしっかり見ておきましょう。他にそんなに心配しなくていいよ、確かに僕もそう思います。一理ありますね。簡単ではない、確かに高専入試簡単ではないけど、超絶激ムズ難関というわけではないので、気負いせずしすぎずに、リラックスして全力を尽くしていただければ、悪い結果は起こらない。ただし高い倍率だったり名門である、その難しい中にも難しい高専はあります。群馬高専だったり豊田高専はね、特に門がね若干狭いかなっていうふうにここ最近の入試で強く感じます。他にでもサボらず毎日コツコツと、疲れた時はしっかりと休んでおこう。なるほど、ありがたいアドバイスです。他に意外と定期試験や行事が多いから3年生の1学期の勉強できる時間は少ないかもね、ということですよ。皆さん気をつけてください。9つ目、不安な時は谷にさんの DM まで。ありがとうございます。ですね、たくさん質問、進路相談受け付けてきました。もうね全部で500件ぐらいは対応したと思いますよ。この KPC PDCA というアカウントのツイッターアカウント概要欄からお辿りください。こちらの DM ですね、ダイレクトメッセージ機能でいつでも無料で相談を受け付けておりますので、お気軽にお母さんでもご本人でも、お待ちしております。はい、他に、10個目、過去問をやりまくる、大切ですね。11個目、間違えた問題を別に書いて復習。なるほど、間違えた問題は別途違うノートだったり違うルーズリーフ、違う白紙に解き直すといいですね。しかも定期的にやっておくと。12個目、志望校の合格平均点などを調べると出てきたりするので、自分と比較して苦手などを潰しておきましょう。これに関する動画がこちら、概要欄に貼っておきます。高専合格者の平均点、ご紹介しております。13個目、担任さんに教えてもらった高専についての知識を持って周りより知識があると思い望むこと。そう、皆さんこれ言いましたね、僕、大体このぐらいの時の動画で言いましたね。みんなより確実にノウハウと知識を持っている、だから自信を持って当日高専入試向かいましょうというふうに一緒に、戦いましたね。懐かしいですね、もう早いですね、1ヶ月以上前の話です。14個目、自分を信じること。15個目、推薦で行くからって勉強しないのはやめておけ。これはね何度も言ってますね、推薦組がですねやっぱり入ってから苦学する場合が多い気がしますね。他の高専卒の OB の方もたくさんそういうふうにおっしゃってます。他に16個目、量のあるところは今のうちに最低限の価値はできるようにしておいた方がいいよということです。17個目、勉強もいいけどちゃんと息抜きもしましょう。18個目、過去問を重宝して解きたい気持ちも我慢する。過去問大事なんですけど、過去問には内容というより時間配分だったり形式なれ、それをする意味合いの方が大きかったりするので、早いうちから全部解いてしまうともったい
ない、そういうことを言ってくれてます。ですので過去問から自体は内容的には出ないから過去問の類題を意識しよう、それも高専入試のノウハウの一つです。概要欄にねちょっと待ってくださいね、こちら紹介させてください。こちらね、あの過去問についての、ノウハウ動画、知識動画は概要欄にこちら貼っておきますのでぜひともご覧ください。じゃあ他に19、類題しか勝たん、そう先ほど申し上げたこれのことですね。類題が大事ですよ皆さん。過去問に出てる問題はそっくりそのまま出ないので、それとちょっとひねった問題、数字が変えられてる問題、そちらを意識しましょう。じゃあ20個目、部活頑張れ。ああなるほど、どういうことでしょうか。勉強以外にも自分が楽しめるものを作っておいた方がいい。まあ確かにそれはありますね。21個目、数学を基礎からしっかりやっておいた方がいい。そうですね、そのまま知ってる問題が出るわけではないので、やはり基礎から知っておくことで応用がしやすい。どんな問題が来てもその場で考えられるといったメリットがあります。次、理科はまんべんなくできた方がいいので早いうちから復習を進めるべき。確かに理科はね、特に理科と社会範囲が広すぎるから、そう早いうちからやっておいた方がいいですよ。中1中2の内容なんてね、あの範囲が広すぎるから早めにやっておきましょう。23個目、英語は英文問題解きまくる。わからなかった文法は復習ということで、まあ、長文からトップダウンする形で長文を解きまくって、そこで間違えたやつを英文法頑張っていくという形で、前半最後、社会は歴史を手厚くしてました、年代並び替えをひたすらやってましたよということです。じゃあ後半戦いきましょう。後半戦こちら、早めに取り組むのが一番、僕もそう思います。26個目、高専来るな。高専来るなってどういうこと。次、なんとなくで来るな、本当にやめろ、死ぬぞ。どういうことですか。これはこういうことです。概要欄に貼っておきます。高専に向いてない人がいるんですね。実はいるんです。自分がしっかり高専に向いてるかどうかしっかり確かめた上で高専受験を検討してほしいと思います。じゃあ次、過去問解いとけよ。僕もそう思います。試験はいろんな範囲のところから出るから過去問に頼りすぎは良くない。特に理科と社会、僕もそう思います。やっぱりひねった類題をしっかりやっておくことが大事ですね。30個目、自分は塾に行ってなかったから。すごいですね、塾に行かずに高専入試突破。10月までには1、2年生の復習をして11月からマークシートになった平成28年の過去問から解き始めた。確かに平成28年度以降マークシートなんですよね。しっかり形式と同じものの教材を使っていきましょう。次、2月頃からは教科書を見直したり過去問見直したりの繰り返し。そうなんですよ、こちらポイントですね。最終局面では基礎を固める時期です。最後まで難しい問題ばかりをしていても伸び悩みます。32個目、英語の英単語はほとんど過去問のやつだから、わからなかった単語は調べて単語帳に書いて覚えていきましょう。学校のテストで満足するな。まあ、そう、33個目ちょっと気になりますね。学校のテストで満足するな、これはどういうことかというと、形式がそもそも違うから学校のテストでいい点が取れていても高専入試で滑ってしまうことが時々あります。なので向上心を持ってハングリー精神を持って頑張りましょう。34個目、去年の自分へ、高専で1位取る気で勉強しろ。入っただけで終わりじゃないぞ。そうなんですよ、高専入った後いろんな人が、秀才とまでは言わないけど、どちらかというと勉強が得意な人が各地から集まってきます。意外と中学校でいい点取れていても高専に入った後に、そう、強者たちに蹂躙されてしまうパターンもなきにしもあらず。なので、高専で1位取る気で勉強してストイックにやっていきましょうということです。35個目、推薦に騙されるな。どういうことかというと、これはですね、推薦で合格したからといって入ってから大活躍優秀というわけではないんですね。これもおいおいお話していきます。36個目、たくさん高専について調べておく、まあ、モチベーションアップにもつながりますからね。次、過去問をとにかく解く、面接の対策をする、大切です。公立や私立受験の人たちと同じ勉強法を使わない、大切ですね。普通高校と迷ってても行きたいって気持ちが少しでもあったら早めに過去問を眺めるくらいはした方がいいぞ。僕もそう思います。数学の対策はガチでした方がいい。そこで差がつくと思う。そうですね、文系は安定してるんですよ、平均点が。実はなので理系が結構ガタガタしてるので、そう、そこで差をつける、いい戦法だと思います。41個目、専門以外の科目は高専では高校ほどちゃんとやらないから、そこも悔いがないようにした方がいい。今マジで後悔してる、参考にしてください。42個目、過去問は最低限冬休みから解き始めろ。そうですね、冬休みだとちょっと遅いぐらいですけど、最低限冬休みですね。早くてちょっとその前ぐらいからですね、早めの対策をしておきましょう。43個目、夏休みくらいからやっていると楽ですよ。確かに夏休みくらいから大体動き出す人が多いです。面倒だし遊びたいかもしれないけど、1日で過去問を1教科とかでもいいのでやっておくと楽だったろうし、精神的にもゆとりができただろうと思うと去年の私に言いたい。だからもう少し早く手っ取り早い準備をしておいた方がいいそうですね。44個目、3日で家に帰りたくなる。高専に合格したけどガチで行きたいか考えてください。やっぱり高専に安直に進んでしまうと結構ですね、専門を狭めるということはかなりリスキーなことでもあるんですね。もちろんマッチングしたらすごくいい学校なんですけど、そう、ミスマッチしてしまうと危ないということで、最終局面いきましょう。こちら、模試などの判定が良くても油断しないこと。そうなんですよ、実はですね、 A 判定で高専落ちちゃったり、逆に C だったり D 判定でも高専に合格することはあります。一般的な模試の判定は実はあんまり当てにならないことが知られているので注意してください。46個目、受験シーズンは SNS やゲームのアプリを消した方がいい。僕もそう思います。こちらでですね、スマホの、付き合い方、どうやってスマホをね、自分の環境から、まあ、その離すか、そういったことについて語っているノウハウ動画ありますので、これもよかったら概要欄からどうぞ。じゃあ次行きましょう。推薦を受ける人は内申がとても重要。そうですね、内申を重視する高専が多いです。だから受験直前ではなくて1学期ですね、1学期から内申を、まあ、ゲットするために勉強した方がいいよという忠告でございます。48個目、面接の練習は1ヶ月前くらいからコツコツした方がいいよ。300問答えれるようになると安心です。この人めっちゃ練習してますね。まあ、300問はちょっと行き過ぎですけど、まあ、やっぱり何が来てもいいようにたくさんのレパートリーはしておくべきです。49個目、学力検査の問題は特殊です。確かに高専入試の学力試験特殊です。過去問とか予想問題集を買って問題に慣れるべし。確かに僕もそう思います。ラスト、勉強と休憩はバランスよく、自分に甘くなったら負けです。メリハリしっかりして時間があればちょっとでも勉強。そうですね、隙間時間を活用していた人が今回の受験突破できていたと思います。ということで疲れました、50連発こちらですね、この前高専合格した先輩から新中さん、そう、今年度チャレンジする皆さんに警告アドバイスということで50連発させていただきました。ちらほらですね、新中さんの皆さんだったり保護者の皆さんが、まあ、視聴してくださっているということで、この今回ね、企画させていただきました。ぜひともこのメッセージを胸にこの今年度、やり切ってほしいですね。高専入試簡単ではないけど難しすぎるでもない、ちょっと微妙な立ち位置の試験ですから、しっかりですね、悔いのないようにこの1年間頑張ってほしいです。ということで今回の動画終わろうと思います。最後に、決め台詞を言って終わろうと思います。その前に、他の動画だったりまた生放送でお会いしましょう。それでは締めたいと思います。あなたの選択肢に高専を。
Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.